も皆さんこんばんは、ご飯です。オセロニアの強いプレイヤーと対戦してみよう企画、今回は前回対戦したトコマユゲさんが強いと思うプレイヤースコフィールドさんと対戦していきたいと思います。スコフィールドさんはですね、オセロニアンの宴冬で見事準優勝されて、まあ、記憶に新しいオセロニアの戦でもですね、当日枠予選を1位通過されて戦のファイナリストにもなられているといったプレイヤーです。また予選もですね、マデッキで全勝して通過されているので、まあ、本当にね、マデッキの扱いがうまいプレイヤーといった印象があります。さあ一体どんな対戦になるのでしょうか。それではバトルしていきたいと思います。さあそれでは対戦していきましょう。いやースコフィールドさん安定の吉野リーダー、これはまたかな。もう本当にね、コロシアムとかあのクラスマッチとかでも当たったことあるんですけど、本当にねマデッキをね上手に使われる印象があります。そして私結構手駒事故ってるな、これこれちょっと事故ってるなこれ。マッパかな、しょうがない。ここはもう神を捨てていきましょう。んー、なんだろうな、あのラゴマランドタイラントかな、それか月影でガブリエルでゾックバフっていう可能性も。うわー、これは痛い、これは辛い辛い。私が照らします。これはね迷うんだけど、鉄壁の守りを見せる。あー、幕先かな。うん、まあこのデッキのキーとしてはベルーガをですね特殊ダメージ動線につなげてフィニッシュするっていうデッキだったんですけど、もうちょっと現段階でかなり HP 削られちゃってるんで、辛い辛いですね。ワーズ X かな。でもあの罠がもう怖いんで様子見。イベットっぽいな。うん、イベットっぽいですね。これはもう本当にフィニッシュが見えてる状況じゃないとなかなかね、あの特殊ダメージを出していけないっていう。いやー、これはなんだろうな、アゲハかな。いやー、もうこれ一回ベルが使っちゃおうかな。いやー、これ迷うな。使っちゃうか、使っちゃおうもう HP 追いつかないと。いや、もう何この罠ひっくり返したら出る系やん、この罠。みんな、やるべきて。さあ、召喚を置かれて、うん、ここはもうしょうがないでしょう。もうしょうがないでしょう、あと置くしか。ツーミエの可能性もあるな。ツーミエじゃなかったな。いや、あの罠ひっくり返すのすごい嫌だ。ちなみにこのデッキは損傷庫入ってないんで、毒バフっぽいな。違うかな、ランドタイランドかな。多いよ罠多いよ。いやー、これはちょっと厳しい、厳しいけど残するしかない。月影でしたね。いや、もうゾノバがね見えてるっていうのが怖いね。一旦これアマテラス入れたいよね、なんとか。うん、でもあの罠めっちゃ怪しいな。確実に特殊ダメージ罠だろうな。そしてクイルクエンか。これはそうだね、いったフィニッシャーが引けてないからな。やっぱ特殊ダメージ発動させるの危ないわ。これ一旦回復だな、回復。
ッケー、よかった。何だったんだろう、あの罠。さあ、これで毒が一気に来るからね。で、クイルの導線も通ってる。次で決めないともう結構厳しい。バイセとか来てくんないかな。バイセ来てくれたらダメージ罠踏んでスイラザードのコンボ導線にかけてっていうことができるんだけど、エンデが耐えてくれ、耐えてくれ、ここは耐えてくれ。あー、やばいかも毒があるからな、毒の分があるからな。いやー、ダメだありがとうございました。さあ、2戦目です。なんとスコさんはクイルクエンリーダー、まさかのダメマス生成とかじゃないかな、しかも初手だ私はちなみに吉野リーダーの孫真多めのデッキなんですけど、一応ね、最小庫入ってるんで、マリーダーに対しては割と有効に立ち回れるかなとも思うんですけど、これはもう吉野出しちゃおうかな。うわー、これ踏みたくないんだよね。踏みたくないんだけど、もう踏むしかない。 HP 的にでもマゴマ多めだと思うんだけど、これはあんまり良くないね、この位置はとりあえずひっくり返されない位置にアズとか置きたいんだけど、まあそうだね、毒ゴマが入ってる分にはまだ今はいいとして、待ったでも私アタッカー持ってないから見えてないだろうけどアタッカー持ってないのそれ何、それそれ怖いんやけど、それそれなんだ。トウガアゲハも連れてきてるんけど、こういう時に出てきてくれない。トウカアゲハの振り、アーティストでもよかったかな。時を変える恐ろしさ、痛い、痛い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 、これは痛いよ。つらいな。これここ行くしかないよね。いや、どうしよう、イクシラとか入ってたら、イクシラとか入ってたらどうしよう、このターン耐えたい。俺の妙技に見惚れるがいい。いやー、でもね、このコンボスキルがあるからな、コンボスキルがあるからな、このルエドの、ルエドのコンボスキルでどっちにしろ6000とか飛んじゃいそうな気もするんだよね。バイセとか踏ま、ダメマス踏まれて出されたら、かな。いやー、これバイセとか入って欲しくない。アタッカーがね、来ないんですよ。あと5246飛ばさないといけないから。うわ、バイス入ってた、バイス入ってた、ダメだ。いやー、損傷後でよかったな、損傷後でよかったな今の。いやー、ありがとうございました。いやー、早かった対戦終わるのはい、ということで今回はスコフィールドさんに対戦していただきました。ありがとうございます。
や最近ね負け越しが続いていますが、私が猛者たちに勝てる日は来るのでしょうか。はい、ということで次回はですね、このスコフィールドさんが強いと思うプレイヤーと対戦させていただきたいと思います。最後までご視聴どうもありがとうございました。それでは皆さんさようなら。チャンネル登録をお願いいたします。よかったら他の動画も見ていってくださいね。